モテテクってガチなの？モテテクやったら本当にモテんの？心理学者とかがさ、さも物知りげにモテテクをさ解説してそれを実践したらさ、全然モテなかったら悲しいよな。心理学的にモテるはずなのに、その行動をして全然モテなかったらさ、悲しい気持ちになっちゃうよな。泣きたくなっちゃうよな。あ、俺には力がなかったんだ。まあでも顔顔って言うけどさ、結局なんか人として魅力的かどうかじゃね。今まで歩んできた人生なりさ、だから厚みのある人生を歩んでください。これが最強のモテテクだと俺は思う。あ、違うよ。どういう出会いをしたいかだよ。これは、恋バナする？恋バナしようぜ。いや、これは俺の価値観なんだけどさ。俺はなんか、もし付き合う人とかがいたらさ、多分その人ともう生涯を共にするつもりで付き合い始めるからさ、その価値観の違いあると思うんだよな。だから俺はもし出会うとしたらそういう人と出会いたい。そう思える人と出会いたいわ。みんなどうなん？そこら辺。え、重い？重いですか？これって。これってトリビアになりますか？違う違う。これって重いですか？いや、わかんないけどさ、なんて言うんだろう。付き合ってみたぐらいのテンションでさ、人と付き合うのって違うんじゃねえかと。いや、マジで持論ね、これは。全然そういう出会いもあっていいと思う。そういう、なんか経験的な。でも俺は、一緒にいたいと思える、心から思える人と一緒にいたい。だから、俺的にはお試しは、なしなんだよな。でも、アリの人いっぱいいるだろうな。モハメドアリの人いっぱいいるだろうな。個人的にはモハメドなし。まあ、人それぞれだからね。みんなそれでいいと思うけど。俺はガチだったけど、相手がガチじゃなかった時って悲しいよな。そういうことありそうで怖いんだよな。辛いよな。そりゃ苦しいよな。いや、お互い同じ気持ちだったらいいのにな。急にラブソングみたいなこと言うじゃん。同じ気持ちだったらいいのにね。